孫命名々は中国のバスケットボール選手。国旅王将ハルビンともえ彦系生まれ。現在は中国プロバスケットボールリーグ北京ダックスに所属している。ポジションはセンター。身長236センチメートル、体重168キログラム。2007年現在、現役中国人選手の中で最も身長が高い選手であり、アメリカ合衆国でプレーする。 NBA 選手をも差し置いて、最長身の選手である。中国のジュニアオリンピックチームや体系師のクラブチームでプレーした後、2005年に飛べれ、NBA のワシントンウィザーズ、ユタジャズ、トロントラプターズ、ミルウォーキーバックス、シャーロット・ボブ・キャッツのワークアウトに参加した。しかし、ドラフトでは、指名を受けず、2005から06シーズンは、ユートブルのドッジシティレジェンドに所属した。 2007年1月に ABA のメリーランドナイトホークスと契約した後、3月にアイビルのグランドラピッツフライト、6月にはメキシコリーグの球団と契約した。2008年に米国で開催された BJ リーグインターナショナルトライアウトに参加。浜松東三河フェニックスと契約した。2009年オフ、家族の病気のため帰国。 母国の北京ダックスへ入団した。類いまれな長身を生かしたダンク、フックシュート、ジャンプシュートといった様々なシュートを使いこなせる高い技術は持っている。しかし、総力、フィジカルコンタクト、スタミナなどに課題を抱えている。ありがとうございます。